しゃ、これが小田系のパターンです。おっしゃ、おっしゃ、利根川でもハマりました。スリークマイキーブレードアラバマ、このスリークマイキー単体で投げることも躊躇してしまうような小波ブロックの上っ面も、このワイヤーがねガードの役割を果たしてくれるんで、結構タイトに当てながら弾けます。まあ結構メインベイトがボラの稚魚、うわすげえ速攻来たびっくりしたミスバイトブレード食ったのかな、思った以上にめちゃくちゃ明確なバイトが来た。これついてきちゃってもこいつらみんな白がついてくる白だと思って。なんか楽しいですねこれ、引っかからないから楽しい。ほらほらバスたち、バスたち、ほら見える、何何それってみんな集まってきましたよ。これこれです。美味しくなさそう。ほうほう、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、なんかいろんなとこからやってきたぞ。あの木の下に明らかにキャパオーバーな小バスがいますからね。そんなに入れないだろそこに。なんか冷たい小バスのみって感じですね。まあでかいのは見えるレンジにはいないんだろうな、その感じはなんかわかるけど。結構流れてんのか、なんかでもこれ水門の影響だな、こんな流れてたら風だけでこんなになんないもんな。いや水を一回流した後に締めてリバウンドで戻ってきてる逆流の可能性が高いですね。おっしゃ来た、よっしゃやった、スリークマイキーブレードアラバマ、ちょっと可愛いけどおそらくあの稚魚を食ってるねバスです。いやもうカーブフォールでガガッと食ってきました。これがボラ系のパターンです。でちょうどね食ってる稚魚が、まあ、このブレードぐらいの稚魚なんですけど、ありがたいことに欲張りな一番大きいやつ食ってくれました。穏やかに帰っていきました。危ない、いや体力の限界です。嘘です。でも多分ボトムの方にいるのかもしれないですね。結構カーブフォールでそこそこあの斜めが終わるぐらいのところまで落としてってる途中で落ちきったあたりで当たったっすね。もうスリークマイキーの釣りというよりかは完全にスピナーベイトと同じファイヤーベイトの釣りっすよこれ。今回僕が紹介するのはこちらのブレードアラバマリグです。僕がホームとして活動している霞ヶ浦水系、利根川水系なんかでは、まあ、非常に出番の多い仕掛けとなっております。まずは、春冬のワカサギパターンですね。ワカサギパターンの時はやっぱりそのワカサギっていうのは単体で行動する生き物ではなく、こう群れで動く生き物なので、まあ、このようにブレードがたくさんついているだけでももうそのワカサギの群れを思わせるような、まあ、そういうアプローチが可能になります。なので、まあ、低水温期なんかは特にバスのバイトなんかは弱く出る傾向があるので、まあ、そういった時にこのセンターにこういうスリークマイキーのようなハードプラグをつけられるっていうのはあのショートバイト対策としてもまあ非常にメリットのある使い方となります。それ以外にも夏秋に結構たくさん霞水系ではベイトとなりうるボラパターンっていうのがありまして、まあ、あの夏初夏の段階ではイナッコって言ってまあ結構小さいサイズなんですけど、まあ、秋になるとそれが徐々に大きくなっていって、まあ、あのビッグベイトなんかに反応が出やすくなったりも
する季節なんですけど、もちろんそのタイミングもこのアラバマリーグの非常に出しどころとなっておりまして、まあ、ボラ自身もかなり群れで行動する生き物となってますので、そのボラのサイズ感に合わせたルアーなんかをセンターにつけてあげて使ってもらうと、まあ、よりそのボラを意識してその捕食している魚に対してこう効果的なアピールができます。このアーム一本一本がガードの役割を果たしてくれる。なのでこのトリプルフックが2つついているタイプのハードルアーなんかもアーム一個一個がそのカバーに対してかばうようにガードしてくれるので、まあ、非常にボトムを探る時なんかも根掛かりが減少します。まあ、その恩恵として霞水系に非常に多く存在している消波ブロック、あとはフィルターユニットですね、網目になっているフィルターユニットに対してもこのアームだけが触れている状態ですとその網に何かが引っかかってしまうっていう要素がないので、擦りながら巻いてくる感じで、まあ、このトレブルフックがむき出しになった状態でも根がからずに表面を当てながら引いてくることができます。で結構躊躇しながらこう離したところを引くっていうアプローチと、実際に物に当てながら消波ブロックでもフィルターユニットでも当てて擦りながら引いてくるっていうアプローチでは結構魚の反応が大きく変わりますんで、フィールドコンディションを見ながら試していただくと超過につながりやすくなると思います。結構北利根川の魚も利根川の魚も共通してなんか反応するアクションがあって、このカーブフォールする時のブレードの動きってこう一個一個が独立したなんか生き物みたいにこうバラバラの動きするんですよ。その動きをしてる時にバイトが出てる感じがすごくあります。最初はどっちかっていうとこうぐるぐるって巻いてこう全部を回転させた方がいいかなって思ったんですけど、そうすると全部が同じ動きになっちゃうんですよ。それがいい時もあると思います。実際にそういう小魚がバーって群れて泳いでる時はこっちの方がその小魚っぽく泳がせられると思うんですけど、そのちょっとこう活性の低い魚にこうなんとか口を使わせるテクニックとしてこのカーブフォールであえて引っ張らない、ブレード一個一個にこう好きな動きをさせる、あと結構このブレードアラバマの重さでフォール中にこう引っ張られてる時にちょっとスリークマイキーがこうゆらゆらっと泳いだりこうスッと泳がなくなったり、その動きのなんかこうイレギュラーさが非常に生き物チックなんだと思います。だからこうリトリーブ中もカーブフォールと同じようにもうリールをぐりぐり巻きすぎないようにしてこのルアーの重さだけでこう引っ張ってくる感じで動かしてます。当たったよ今だから調子乗ってたから今のはまだ追ってるかもしれないかな。すげえな、ブレードアラバマの威力やばいな。お、当たった。やべえなこれ。マジか。そんな来るか。だから結構そのやっぱ間の下のレンジを引いてこないと食わないですね。上っ面じゃ食わないですね。そこが厄介。多分スリークマイキーじゃ攻められないぐらいタイトに攻めてると思う。この攻めの姿勢を買ってほしいですね、バスにそこまでやるならしょうがないから食ってやるよみたいなやったー、これめちゃくちゃいいバス。利根川でもハマりました。スリークマイキーブレードアラバマ、ちょうどねもう消波ブロックの表面にもうガリガリと擦りつけながら引いてきたら目がかったかなみたいな感じのバイトだったんですけど、かなりがっつり食ってますね。結構ブロックのもうエッジの置き目からカーブフォールさせて、でそこからこう消波ブロックに当てながらリトリーブしてきたんですけど、まあ、おそらくその沖側から逃げてきてこう消波ブロック際でこう追い詰められたみたいな雰囲気が出てこうバイトに至ったという感じじゃないでしょうか。かなりコンディションいいですね。ごめんね、ご協力ありがとうございました。株式会社ジャッカルでした。